くした分だけ体って絶対変わるんですよ。外見って絶対変えられるんですよね。どんなね食生活をして1ヶ月に4キロ痩せたかっていうと、もう毎回決まったあの食事しかしません。これなぜかっていうとカロリー計算がめんどくさいからなんです。もう全部カロリー計算して糖質計算してね、あのグラムで測っていかないと、もう日々日々ねその食べるものを変えてたら落ちないっていうか、もうカロリー計算大変なので、もう毎日同じものを食べるようにしました。最初は1日1食にしてストーンってこう落ち始めていったんですけど、なんかねその1日1食がだんだんこう燃費が悪くなってきて、今1日3食に変えました。今は朝卵を3つ、これをちりめんじゃこ入れたりとか、あとはナンプラーかけたりとかして味付けの、まあ、味変をさせてるんですけど、これを毎朝食べてます。で昼に、300g の、牛肉赤身、はい、これを食べます。それでその後夜にアボガド1個とサワークリームを、まあ、ちょっとスプーン1杯ぐらいつけたものを食べます。これをやることによってまた体がすごい燃えてって、どんどん1ヶ月でこうストンストンストンと落ちてったんですけど、でこの生活をしてたらもちろんタンパク質いっぱい取ってるから体は引き締まっていくんですけど、脂肪がね本当に根こそぎなくなっていくんですよ。で脂肪なくなっていくと足も痩せて、ね、お腹のこの辺も痩せて嬉しいと思いきや、やっぱり脂肪がなくなるとおっぱいがなくなっちゃうのが女性の本当に体の悩みっていうかね、はい、ただ痩せればいいっていうんじゃなくて、やっぱりボッキュンボンになりたいわけじゃないですか。そう、ボッキュンボンになりたいわけですよ。こんにちは、あいみりえこです。今回は1ヶ月で4キロ痩せたらバストが縮んでしまって慌てて1キロ戻すっていうお話をちょっとしたいと思います。すごい長いタイトルなんですけど、女性っていうのはね本当に不思議な生き物で、痩せるとね胸から痩せていくんですよ。これなぜかっていうと胸って全部ねこう脂肪なんですね。だから筋肉とかってないわけですよ。まあちょっと多少なりとも胸筋みたいのはあるかもしれないけど、ほとんど全部脂肪なんです。だからやっぱり痩せると胸から脂肪から痩せていくので、はい、今ねちょっとねバストがねしょぼくれちゃったんですよ。で、下着屋さんにこの間行って、前回測った時はこのトップ胸囲のところが、100センチあったんです。まあ、つまり1メートルあったのに、1メートルあったのが98センチに縮んでしまってて、サイズ的にもね、あれ私のおっぱいこんなちっちゃかったっけなってぐらいちょっと縮んじゃったんですよ。で横から見るとこんな感じなんですけど、まあ縮んでないよっていう人もいるかもしれないけど、私的にはすごい縮んじゃってることがもうショックで、だからちょっと慌てて、はい、1キロ戻すことにしました。どんなね食生活をして1ヶ月に4キロ痩せたかっていうと、もう毎回決まったあの食事しかしません。これなぜかっていうとカロリー計算がめんどくさいからなんです。もう全部カロリー計算して糖質計算してね、グラムで測っていかないと、もう日々日々ねその食べるものを変えてたら落ちないっていうか、もうカロリー計算大変なので、もう毎日同じものを食べるようにしました。最初は1日1食にしてストーンってこう落ち始めていったんですけど、なんかねその1日1食がだんだんこう燃費が悪くなってきて、今1日3食に変えました。今は朝卵を3つ、これをちりめんじゃこ入れたりとか、あとはナンプラーかけたりとかして味付けの、まあ、味変をさせてるんですけど、これを毎朝食べてます。で昼に、300g の、牛肉赤身、はい、これを食べます。それでその後夜にアボガド1個とサワークリームを、まあ、ちょっとスプーン1杯ぐらいつけたものを食べます。これをやることによってまた体がすごい燃えてって、どんどん1ヶ月でこうストンストンストンと落ちてったんですけど、でこの生活をしてたらもちろんタンパク質いっぱい取ってるから体は引き締まっていくんですけど、脂肪がね本当に根こそぎなくなっていくんですよ。で脂肪なくなっていくと足も痩せてね、お腹のこの辺も痩せて嬉しいと思いきや、やっぱり脂肪がなくなるとおっぱいがなくなっちゃうのが女性の本当に体の悩みっていうかね、はい、ただ痩せればいいっていうんじゃなくて、やっぱりボッキュンボンになりたいわけじゃないですか。そう、ボッキュンボンになりたいわけですよ。っていうとやっぱりこの食生活だと脂肪がやっぱ足りないわけですね。なので私はあえてここからま
また1キロ増量する計画で、ちょっとねあまりに炭水化物取ってないことに気づいて、まあ、1日1個おにぎりね朝食べるぐらいだったらいいと思うんですけど、やっぱり私白米食べるとめちゃくちゃ吸収するんですよ。っていうこともあって、ちょっと牛乳にしようと思って、カルディで売ってる濃縮のカフェオレがあるんですけども、それすごい美味しいやつなの。そう、それすごい大好きなんだけど、カフェオレのその濃縮に牛乳を割ってチンしたものを1日1杯とか2杯とか入れるようにします。はい、これによってちょっとね膨らませることができる、おっぱいにやっぱ栄養を生かせることができるっていうのと、あともうこの辺をひたすら暇さえあればずっと揉んでます。こうやってここのリンパの流れが詰まるとおっぱいに栄養がいかなくなっちゃうので、ここを揉みほぐすっていうことはすごい大事なんですね。だからこの脇の下の部分とこの胸のこの上の部分ですね、鎖骨の下ら辺の部分をすっごい揉むようにしてます。まあ、テレビとか見たりとか、もう電車乗ってたりもそうなんですけど、もうここひたすら揉みほぐしてる変な人みたいな感じなんですけど、ここをね揉みほぐすとおっぱいに栄養行き始めるので、すごくおすすめです、バストアップしたい方には。あとはバストアップサプリとかも飲むようにしてるんですけど、あとやっぱりちょっともうちょっと増やしたいなっていう時は、まあこれ前回も紹介したと思うんですけど、銀座のつぼ焼き芋、はい、これがもう私大好きなので、これをやっぱりちょっと食べることによって増やせるんですよね。ちょっとまだこれ半分食べかけなんですけど、ちょっとさつまいもを食べて体重を増やす計画。うん、美味しい。うん、そうだから女性の体って単に痩せればいいってものじゃないんですよね。太れない人ももちろんいると思うんですけど、私はあんまり痩せてる体型って好きじゃないんですよ。もう男女ともに。ちょっとやっぱりむっちりっていうかふっくらしてる方が私は好きなんですけど、まあ、今はちょっとお仕事のために体型を調整してる状況なんですね。で、3キロ痩せていったら、いや、痩せなくていいです。あゆみさんはなんかもうむっちりしてふっくらとした女性の丸みのあるね、こうラインっていうのがすごい合う人だから、痩せなくていいのでちゃんと食べてくださいって言われたんですよ。で、何か仕事があるたびに痩せたいって思うタイプで結構ストイックにやっちゃうんですけど、いやそうじゃないんだよっていうのが今回初めて分かって、まあ、それはねもちろん仕事の内容にもよると思うんですけど、今回のお仕事はちょっとねやっぱり丸みのあるふっくらとした女性らしい丸みのあるボディラインが必要なので、ちょっとねこのさつまいもとか補給してカービィなラインを保とうと思って今体作りしてます。はい、で皆さんもねいろんな体型の好みあると思うんですけど、努力した分だけ体って絶対変わるんですよ。外見って絶対変えられるんですよね。まあ、これからね薄着の時期になっていくと思うのでね、食事、うん、運動、まあ本当に運動する人もいると思うんですけど、もう私最終結論はやっぱり食事ですね。食事が9割ほぼ決めると言っても過言ではないぐらい、まあ、あとねいろんな、まあ、運動したりとかエステ行ったりとかもいろいろあると思うんですけど、もう本当に食事がもう大前提だと思います。食事でガラッと体型って結構変わるので、はい、ちょっとねそのお仕事の日まで頑張って調整をしていこうと思います。なのでちょっとおっぱいを膨らませながら後の部分を引き締めていくっていう作業なので大変なんですけど、はい、ちょっと楽しくてハマってますということで、この動画がもし参考になったよ、よかったよって方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。エミリーコでした。